ジョン・アンソニー・イブルックス・ジュニアは、ドイツ・ベルリン出身で、アメリカ合衆国国籍のプロサッカー選手。アメリカ代表。ブンデスリーガ VFL ・ボルフスブルク所属。ポジションは、ディフェンダー。シカゴ出身の親の下、ベルリンで生まれ育つ。地元クラブであるヘルタ・ベルリンの下部組織で育成され、2 0 1 1シーズンから、リザーブチーム昇格。 翌年4年のプロ契約をヘルタと結んだ。2012年8月に、ブンデスリーガ開幕戦のアイントラ派とフランクフルト戦でプロデビュー。さらにプロ初得点も上げ勝利に貢献した。2014-15シーズン、ブルックスは27試合に出場して、リーグ3位となる、対人勝率68%を記録した。またパス成功率もリーグ12位となる75%を、 記録した。2017年5月31日、VFL ボルフスブルクへ移籍した。U-20 と U-23 アメリカ代表に選出されている。他、一度だけ U-20 ドイツ代表に選出されたことがある。2010年9月開催の U-20 パラグアイ、代表戦で代表デビュー。2013年7月、 親善試合のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦で、アメリカ A 代表デビューを果たした。2014FIFA ワールドカップでは、初戦のガーナ代表戦で負傷したマット・ベスラーに代わり、後半から出場、グラハムズ氏のコーナーキックに頭で合わせ決勝ゴールを挙げた。2015年6月開催のオランダ代表戦では、1-3の状況からゴールを奪い、 アメリカの対オランダ戦初勝利に貢献した。1ヶ月後には2015コンカカーフゴールドカップのメンバーに選出4試合に出場した。ありがとうございます。